はい、おはようございます。宮内ゆきです。それではじゃあ今日もね、心理テストいきたいと思います。あなたは今絵を描いています。イルカの絵を描いております。どんな絵ですか？1. 水の中のイルカの絵。 2. 高くジャンプしてるイルカの絵。 3. 水から少しジャンプしてるイルカの絵を、この3つから選んでくださいと。僕はですね、やっぱなんかね、高くジャンプしてる感じなんで、いつも自分がねダンスしてる時もなんで、2番の高くジャンプしてるイルカの絵でいきたいと思います。それではこの答えはまた僕のオフィシャルブログをご覧になってみてください。またねー。